はい、どうも、ゆっきーでーす。今回は、ですね、稲田。こちら、でけー。この稲田を200円、1匹200円で買ってきましたんで、こちらをですね、星稲田にする。ね。干す網も買ってきたんで、これをね、稲田くんを調理して、ね、星稲田にしよう。まず、鱗を取る。鱗を取り、すごい、こんなでかい魚、俺。自分でさばいたことないやん。さばけるかな？うわ、結構、鱗取れるな。本当はアジの開きを作りたかったんですけど、アジがあいにくですね。売ってなかった。あいにく売ってなかったんで、仕方なく、ね、稲田しか売ってませんでした。こういう時に限って売ってないんだ。でっけえ。ね、ちなみにさばいた、魚をさばいた経験はありますが、めちゃくちゃ下手くそなんで、それをご了承ください。めちゃくちゃ下手くそなんで、ね。こうやって鱗をまず剥いで、鱗を取ります。ちょっと体洗います、これを。鱗を取ったら、ちょっと洗って、ね。洗いまして、次は腹綿を取りましょなんだこれ。これ何？肝臓？これ心臓？れ何ですかね？これ心臓ですかね？わかんねえ。内臓を洗って、腹綿を取り出して、腹綿を取り出しまして、これ腹を洗います。痛い。腹を洗いまして、ね。腹を洗います。本当に下手くそだからな。あんまり魚は、そんなにさばいた経験もないし。こんなでかい魚も。アジぐらいならさばいたことあるんだけど。でだな。でですね。税後。怖え。
英語取れない。英語取れないよ。まあ、いっか。で、これを半分に切りまーす。あの、開きってね、なんか頭もついてるみたいなんで、売られてる、あの、開きって言って売られてる、売られてるやつは、なんか、普通に頭もね、一緒に、売られてるようなので、これを、うわ、キレが悪いな、この。この包丁、キレが悪いな。グッパ。お、なんだこれ？肝臓か？肝臓っぽい部位発見。いや、わかんないけど。肝臓かどうかはよくわかんない。うわ、手がぬるぬるするよー。うわ、すげえ血が、血みどろがすごい。うわ、血がすげえな。だらけである。なんか半分に切りゃいいだけの話なんだけど。包丁を研いどくべきだった。うわぁ！勝てぇ！よし。開き完成！こんな感じで売られてるよね。ああ。これなんだこれ。これはエラーだろ、これ。エラーはちょっと取り除いて、置きましょう。エラーです。で、この状態で、ちょっと洗おう。ちょっと洗いまして、ね。まな板も洗いまして、おお、結構綺麗にできたやん。結構綺麗にできたやん。で、これを、ね。もう完全にこれを切り落とす。ここを切り落として、まあ、半分にします。こうね。こうしたら、ここを半分。半分半分。ちょっとでかすぎるんで、半分半分の切って、ここら辺から。ここら辺からね。よし。切ります。そして、こっからが重要です。こっからが重要ポイント。あの、塩につける。塩。ね、開きにする前に塩にまずつけなきゃいけない。塩につけなきゃいけないので、こちらフライパンを使います。フライパンで、フライパンの中に水を張って、で、塩を入れて、ね。
こちら今日買ってきました。じゃん、パンツマンの塩。パンツマンのね、がよく使ってる塩ですね。パンツマンの塩。これを使いまして、これをフライパンにこうやって振りかけて、ね、なるべく多めにこう振りかけて、で、この中に水を入れまして、フライパンの中に水を入れまして、で、溶かします。これフライパンの塩をこうやって溶かして、あ、フライパン錆びないんだろうな。錆びないだろうな、こんなことして。錆びないよな。テフロン加工だから多分、大丈夫ですよ。よくわかんないけど。なんか錆びそうな気がする。塩水って錆びそうな気がする。これはやばいんだよ。で、これを入れます。ね。ぽちゃん。ぽっちゃん。ぽっちゃん。これで、水、水分を出す。ね。よく漬け込んで。漬け込んで、これ、水分を出しまーす。これで、とりあえず、第一段階は完成。これで多分何時間かあれすんだよ。塩。塩水でこれで何時間か放置して、ね。それで、まあ大体出来上がりって感じか。ね。とりあえず、じゃあここで、何時間か待ちましょう。ね。部屋がね、なんかね、すっごい魚臭くなってて、すごい。で、これをですね、キッチンペーパーで、キッチンペーパーで、水分を、まあ、取りましょう。キッチンペーパーでちゃんと、水分を取り、ね、取りまして、それで、干すという形にしましょう。ね。よいしょ。キッチンペーパー、キッチンペーパー。よいしょ。すごい油膜ができてる。くっせえ、魚くせえ。マジで魚臭くなってる。すっごい臭い。魚臭い。よいしょと。キッチンペーパーしっかり水気を取ってと。くっさ！マジで臭い。ちょっと水につけすぎたかなっていう感じはある。ちょっと、臭いなぁ。発酵してない？大丈夫？これ。発酵してたりする、しないだろう。腐ってたりしないだろう。下手したら腐ってるという可能性すら、ワンチャンある。ワンチャン腐ってるんじゃないの？これ。大丈夫？一晩ずっとつけてたから、お肉が、お肉っていうか、悪くなったとかないよな。
水気を取って。くっせー。マジで臭い。すっげえ臭い。取りましたら、最後のね、最後の工程です。最後の工程、じゃじゃん、網、こちらに、仕掛けてここに置いてね、乾燥させましょうね。これをこうして置きますね、こうやってね、セッティングして、で、これで完成。完成っていうか、完成ではないんだけど。で、これで、あれだよ。まあ、何日か。何ヶ月かこれ置くんだよ、これ。これ置いて、ほんで完成だよ。そしたら完成。ね。まあ、ということですね。うん、で、まあ同じ工程を、これ全部、4個入ってるから、この中に。4つね。ブリ。ブリじゃねえ。ハマチでもないし、なんだっけこれ。稲田ね。稲田くんです。まあ多分塩水だから、おそらくは腐ってはないと思うんだけど、どうなんだろう。塩水だから、腐りはしないんじゃない?多分。まあ、匂いがすっごい臭いけど、もしかしたら腐ってる可能性すら。大丈夫かな?まあ、乾かせばあれだろ。乾かせば、問題ないっしょ。さすがに。乾かして、ね。乾かせばおそらく大丈夫じゃないっすか。あ、臭い。ものすごい臭い。くっせぇ。くっせぇ、マジで。草屋みたいになってる。草屋かな?臭すぎて。まあ、これで、あとは、完成を待つばかり。ということです。ね、それではまた何ヶ月後かにね、動画を上げます。それでは、ご視聴ありがとうございました。